ヒメクワガタは、オオバコカクワガタ相続の多年層。小型の鉱山植物。従来の分類体系であるシニエングラー体系、クロンキスト体系では、クワガタ相続は、ゴマの歯草科に含められていた。地下茎は短く、基部で分子して、株を作る。茎は直立して高さ7から14センチメートルになり、細かい白髪が生える。葉は耐性し、養身は卵状大型で、 長さ1から2センチメートル、幅0.5から1 3センチメートル、先端はやや尖り、円の巨子は小さく、先が鈍く、基部に、傭兵はない。葉の両面にまばらに細かな白髪が生える。花期は7から8月。茎先に、相乗花女をつけ、数個の小さな花をつける。花柄は、長さ1.5から5ミリメートルになり、細かい毛が生える。額は深く四列し、 学列片は強調楕円型で先は鈍く、難毛が生える。果幹は、径5から6ミリメートルで皿型になって深く4列すし、淡紅に紫色になる。湧水は2個あり、上部の果敢列片の左右につき、約は紫色になる。果中は1個あり、長さ1から2ミリメートルになり、果じまで残る。果実は、果てとなり、楕円型で平たく、長さ約6ミリメートル。 幅4 5ト、mm、ルで、先端はへこみ、難毛が生える。種子は円盤状で多数ある。日本固有種。本州の中部地方から東北地方の日本海側に分布し、鉱山帯の乾いた草地や歴地に生育する。変種に品の姫ワ型がある。基本種に似るが、果樹が短く、果てはトーラン型で、先端が生ラ型から円形となってへこまない。 日本固有種、本州の中部地方に分布する。ありがとうございます。